信ができてない状態なので。あ、OK です。よろしくお願いします。はい。あげだまなのマナーモード。今日も始まりましたマナーモード。パーソナリティを務めるのは私あげだまな。シンガーソングライターモデルとして活動している私あげだまなが普段の生活を通して感じたことや今気になっていることなどを気ままにトークしていきます。ラジオを聴いているこの時間はリスナーの皆さんにマナーモードになってもらおうという番組です。これからの55分間あなたのスイッチをマナモードに切り替えてお楽しみください。それでは今日のトークテーマは、今日はですね、なんとゲストをお呼びしているので、ちょっと前半をねフリートークでいきたいと思いますので、ちょっとね、なんだろう、フリーでお届けしたいと思います。皆さんメッセージもお待ちしてますね。よろしくお願いします。はい、ということで寒いですね。皆さん寒くないですか？今日は何度だろう。結構ね、もうすごい最近寒い日が続いてて、私今日もコート着てきたんですけど、なんかインフルエンザがね流行ってるみたいですね。皆さん大丈夫ですか？インフルエンザかかってる人とかいないですか？皆さん周りに。なんか結構ニュースとかでやってたんですけど、インフルエンザにかかって高齢者、どこの県だったかな、ちょっとどこの県かはちょっと忘れちゃったんですけど、高齢者施設でこのインフルエンザにこう感染して、5人の方がちょっと亡くなったっていうニュースを見てすごくびっくりして、なんかすごい今回のインフルエンザすごい、なんていうの、強力な、もしかしたらあれかもしれないので、皆さん本当に気をつけてくださいね。で、私の周りにもね、ちょっとインフルエンザかかってる人もいるので、本当に体調管理気をつけようと思って、はい、いるんですけれども、なんかあれも言いましたね。小学、埼玉県だったかな、小学6年生の子がね、インフルエンザで学校休んで、なんかベランダから落ちたみたいな事件もあったので、うん、本当に皆さん気をつけましょうね。はい、ということで、そう、フリートーク何の話しようかな。最近はそうですね、何してたかな。あ、なんか私明日ブライダル系のオーディションを受けるんですよ。久々のオーディションですごい緊張してるんですけど、しかもブライダルのオーディションっていうのが初めてでね、CM の、某 CM のオーディションなんですけど、まあ、ブライダルのこのオーディションもあるし、あとブライダルフェアが今週の土曜日、日曜日、26日、27日に千代田ブライダル冬フェスタっていうのがあって、そちらにもこうモデルとして出演するので、顔を小さくしなきゃと思ってそう、なんかもう皆さんモデルさんみんなちっちゃいんですよね。なので小顔矯正に、そう、行ってきました。最近行ったことありますか？行ったことある人いるかな、聞いてる人でそう、私も何回か行ったことあるんですけど、いろいろ種類があって、まあ、痛くない小顔矯正もあるんですよ。で、なんかストレッチみたいな感じで、なんて言えばいいのかな、リンパマッサージ的なやつもあるんですけど、なんか今回行ったのが骨を動かすみたいな感じの小顔矯正で、結構すごく、まあ、女性の方がにやってもらったんですけど、もう骨を、なんて言うんですか、
本当に骨割れちゃうんじゃないかぐらいの力で押されるっていうやつをやって、もうめちゃめちゃ痛くてなんかもう泣きそうでしたそう、でもなんかみんなモデルさんとかこういうの我慢してやってるのかなと思ったら本当に尊敬しますよね。私はもう結構なんだろう、こういうブライダルフェアとかオーディションとか大切なことがある直前にしかやらないんですけど、なんか定期的にはできないと思いながら、うん、そうなのでなんかね、極力行かないようにちょっといつも顔のマッサージとかしとこうって思ったんですけど、そうそうそうとかね、あとなんか脱毛とかもね行きましたね。そう結構お金かかるんですよね。そう最近もう何事もやりたいことすごいいっぱいあって、私まあ、脱毛もそうなんですけど、今までこの脱毛とかも安さで選んでたんですけど、なんかいろいろねこの周りにこうエステのお店で働いてる友達とかからお話を聞いたら、やっぱりなんか安いかったらなくなるのが遅かったりするみたいなんですよ。そうなのでなんか本当はやっぱ医療脱毛とかちょっと高いけど確実性があるものを選んだ方がいいなっていう、そうそう最近思い始めてて、でもね結構お金もかかるじゃないですか、どうしようみたいなそう自分の中でいろいろ葛藤があるんですけど、ね、お金本当に降ってこないかなっていつも思うんですけどねなんかそう矯正とかもしたいんですけど、いろいろ話聞きに行ったんですよ私、矯正なんだっけ、前歯がちょっと1個出てて、ずっと高校生ぐらいの時から直したいなと思ってるんですけど、そうなかなか一歩踏み出せなくてそうお金も高いし、やっぱ聞いたら100万とかかかるんですよね矯正なので、ちょっと今お金を貯めてる感じなんですけど、でもねそうそうそういうのもあってっていう感じですかね最近はとにかくお金欲しいなっていう思っている感じです。ということで、そう今日はですね、なんといつもの違うことがありまして、ゲストをお迎えしています。後半にねちょっとお呼びしたいと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。最後まで聞いてくださいね、お願いします。でちょっとね軽くゲストの紹介をさせていただきたいと思うんですけど、今日はショーゴナイトさんに来ていただいています。知ってますか皆さん知ってる方いますか。すごいね、アフロヘアで、まあ、地毛かどうかはちょっと後で聞きたいと思うんですけど、そうなんかすごいミステリアスな感じの雰囲気の方なんですけど、この私のラジオ、この時間結構何年前かな、多分2年前とかだと思うんですけど、ポートリバーズっていうバンドがありまして、私と同じ事務所の先輩なんですけど、バンドポートリバーズがそう2年前ぐらいはこの毎週水曞日8時からポリバケツっていう、こうラジオ番組をしていたみたいなんですけど、まあ、そのねポートリバーズのメンバーでも あるお方で、そう、まあ、ちょっと私も結構謎が多いので、今日はいろいろとお話を聞いていきたいなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、ということで、まあ、今日はゲストをお迎えしてお届けしたいと思います。番組へのメールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 ユーストリーム、ツイキャス、サイマル放送でもお聞きいただけます。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリリスンラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。番組を聞きながらのメッセージもどしどしお待ちしています。アゲナマナのマナモード、
この番組は Music for Your Life サードウェーブの提供でお届けいたします。何の話してるか分からん、フリートークだったらよし、そう、メールも読まなきゃ。この前、そう先週ちょっと読めなかった、私がね、機械音痴で読めなかったメールも読みますので、皆さん見てるかな、聞いてるかな。シュートさんと大塚健二さんのがくれたんですけど、メール読みますね。ありがとうございます。今日も始まりましたマナモード。今日のトークテーマはフリー。皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは797@fmkinowan.com、 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということで、ツイキャス皆さんメッセージありがとうございます。読みたいと思います。シュートさん、マナさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。今日も聞いてくれて。15番目の男さん、マナー、ハイサイサイ、ハイサイ、ありがとうございます。シグナスさん、マナさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは、今日も聞いてくれてありがとうございます。シュートさん、1月19日はイードシさんの PV 撮影にエキストラとして初めて挑戦して、皆さんテンション上げ上げで盛り上がってました。いいですね、イードシさん、いいですよね。私もなんかモデル事務所が一緒だって、なんか今ね CM も一緒に出てますよ、かなちゃんかな。そう、イージスさんの PV 撮影にエキストラとして参加できて嬉しかったし、いい経験になりましたし楽しかったって。いいですね、エキストラね、いいですよね。なんかやっぱ好きなアーティストさんのエキストラできるとか、もう私も絶対全力でやりますすごい楽しみ。 PV 公開されたら教えてくださいね。見たい見たい。はい、ということで、千代田ブライダルフェアは見るのに予約とか必要でしょうか。そうなんですよね、なんかブライダルフェアなので、そうなんですよ、この何だろう、前もってこう予約が必要になってるみたいなので、ちょっとホームページにね、詳細は書かれてると思うので、千代田ブライダルフェアで調べていただくと多分出てくると思いますので、ちょっと見てみてください。大塚健二さん、脱毛もったいないってさっきね、そうその話したんですけど、でもあれですよ、ちゃんといらないところの毛だから大丈夫ですよ、いるところはもう残してるから、全然大丈夫ですよ、AKB ファンさん、おキャン君、マナちゃん、こんまな、あ、こんまな、名前変わってますね、こんまな、なんだったっけ前の名前ちょっと待って、忘れちゃった。恋するかっちゃんさん、キャン君、マナマナ、こんまなーって、こんまなー、ありがとうございます。ひふみさん、お疲れ、ごくんちょ。あ、ひふみさんいるんですかごくんちょ。大塚健二さん、1月23日だからひふみさんゲストって、あ、気づかなかった。ゲスト出てくれないかな、今から、どうだろうはい、あ、いいですね、そこを気づかないとでしたね、ちょっと、あ、あと早まっちゃったね、先週はひふみさんとお届けしたんですけど、そうで、今日はねフリートークでお届けしてるんですけど、結構ツイキャスのメッセージ読んでたらもう時間がなくなっちゃった結構早いね、ありがとうございます皆さん。どうしよう、結構いろいろなんかね話しようかなと思ってたんですけど、一個だけなんか悩みっていいですか、私の最近の別に大したことじゃなかったんじゃないんで、嘘つきました。悩みの前にメールを読みたいと思います今日も読めなかった、ちょっともうね、せっかくくれたのに。先週ねちょっとメールが届いていたので、そちらのメールを紹介したいと思います。ラジオネーム、シュートさん、ありがとうございます。まなちゃん、キャンさん、こんばんは。1月12日は国際通りにある、人狼シークレットパーティーで新年会
新年人狼会に参加してきました。お、新年人狼会とかあるんですね。人狼ゲームをするんですか？私人狼ゲームめっちゃ好きです。楽しそう。オードブルやムーチーやおみくじなどがあって盛り上がってて楽しかった。お、写真もありますね。すごい楽しそうなあの写真も送ってくれてます。ありがとうございます。楽しそう。そういうのってどうやって知るんですか？情報、私も参加したいなんかどうやって知るか分かったら教えてください。お願いします。大塚健二さんですかね。はい、ラジオネーム大塚健二さん、ありがとうございます。こんばんは、大塚健二です。お題占い、そうそうそう、占いね、動物占いで先週はお届けしてたんですけど、川柳を書いてきてくれてます。ありがとうございます。川柳読みたいと思います。見てもらう、答えは顔に書いてある。あー、なるほどね。はいはいはい、まあ、顔に出るって言いますもんね、いろいろね。かっこ占いを見てもらう人には答えはもうあって、あとは背中を押してもらう感じがかと思います。放送楽しく聞いてます。ありがとうございます。なるほどね。確かに私もなんか占い行くってなった時はなんか背中を押してもらいに行きますね。なんか全部信じるとかじゃなくて、そういうのでね行ったらいいですよね。ということで、もうすごく早いんですけれども、ここでちょっと弾き語りコーナー行きたいと思います。イエーイ。ということで今日はですね、なんとせっかくなので今日のゲストのショーゴスタイルさんにもギターを弾いてもらおうと思います。イエーイ。初めてのツインギター、もうめっちゃテンション上がってますあ、はい、ショーゴスタイルさん今から来ますので皆さん楽しみにしてください。なんかすごいね、見た目がすごいインパクトがあるんですよ、ね、ラジオを聞いてる方はね見えないのでちょっと説明、私下手くそなんだよな。ですね、はい、今登場してます。スーツ姿にすごくなんていうんですか、アフロヘア、ボリューミーなアフロヘアにサングラスをかけてますね、うん、そしてなんか不気味な笑みを浮かべてちょっとギターを今持ってるんですけど、伝わりました皆さん。はい、ということで登場していただきます、ショーゴスタイルさんです。イエーイウケる。こんばんは。こんばんは。これ一回弾いてからいいですかねそうですね、じゃあちょっとなんかいろいろね、はい、聞きたいことはいっぱいあるんですけど、ちょっとあの弾き語りで、今日は私のオリジナルソング「カルミア笑顔の花」っていう曲をお届けした後に、あのショーゴスタイルさんにいろいろ聞いていきたいと思います。皆さんぜひ最後まで聞いてください。ということで、聞いてください、カルミア笑顔の花。綺麗な時配
クレミア笑顔の花、翔吾さんとお届けし、あ、すいません間違えました。翔吾スタイルさんとお届けしました。イエーイ。ありがとうございます。ということで、はい。あ、はい。ちょっとね、はい、来てるので読みたいと思います。ツイキャスのメッセージがどこからかな。ミネラルミラクルさん、ありがとうございます。わかりますか？はい、わかります。わかります。お知り合いですか？はい、はい、ツイッターとかですね、よくいろいろフォローいただいております。こんばんは、翔吾スタイルさんだって、はい。そうですよ、ゲーイ。俺来たぜ。ミュージックシャワーの今月のシャワープッシュで流れてた曲ですねと、ありがとうございます。そうなんですよ。11月のね、去年の11月にミュージックシャワーで流れてました。ありがとうございます。めちゃめちゃいい曲ですね、本当に。ありがとうございます。大塚健二さん、ゲストさん自分の髪ってこれね、これ何ですかね、言わないスタイルなんですよ。でもね、ちょっと別のラジオでちょっとバレてしまいまして、なるほどね、はい、これは地毛じゃないです言っちゃうんですね。はい、言っちゃうスタイルです。はい、はい、めっちゃキャラがあれですね。ということで、ちょっと一旦ね、はい、CM を挟んでまた自己紹介というか、はい、よろしくお願いします。翔吾スタイルさんの紹介をしたいと思います。はい、はい、よし、俺はできる。
げなマナのマナーモード、今日はゲストをお迎えしています。紹介したいと思います。ショーゴスタイルさんです。はい、こんばんは、ショーゴスタイルです。よろしくお願いします。テンションが高い。はい、そうです。アフロの通りですね。テンション高く日々生きております。すごい、もう本当にいろいろね聞きたいこと、はい、多分このツイキャス見てる方もね、いろいろ気になってることもあると思うので、皆さんぜひぜひメッセージもお待ちしてますね。あ、ぜひたくさん、はい、絡んでください。はい、寂しがり屋です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、ショーゴさん、はい、ちょっと簡単にじゃあ自己紹介をお願いしてもよろしいですか。そうですね、何者かと、このアフロの親父何者かということなんで、はい、簡単に自己紹介しますと、はい、私はですね、先ほどマナちゃんからもあったように、うん、ポートリバーズという沖縄のインディーズで、うん、バンド活動をしております。本当はですね、はい、ギタリストなんですよ。そうですね、先ほども ね、ちょっと一緒にお届けしたんですけれども、そう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 、結構まともなギター弾く系のギタリストなんですよ。そうですよ、本当にだけど、はい、ちょっと裏でですね、目立ちたがり屋な俺がふすふすとしていて、なるほど。でちょっとですね、このポートリバーズが今、うん、活動ですね、なかなか、はい、ちょっと今ね、いろいろメンバーの都合もあってですね、活動できてませんという状況の中、はいはい、待てよと、はい、一人でできることあるんじゃないかということで始めたのがショーゴ、私です。なるほど、ピンで、ピンです。はいはいはい。でそしたらですね、この今までうずいていた目立ちたがり屋の俺がどん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 出てきて、ショーゴからショーゴスタイルに変わってしまったと。最初はショーゴだったんですか。初めは考えてなかったです。あ、なるほど。もうソロでショーゴでいいやぐらいだったんですけど、はいはいはい、初ライブした時に、うん、なんかつい出ちゃったんです。出ちゃったんですよ。俺はショーゴスタイルだ。すごい、これがショーゴスタイルだ。あ、結構アメリカっていうか、なんだろう、ネイティブ系の発音でショーゴスタイルっていうスタイル言うんですね。そうなんです、そういうスタイルでやってます。そういうスタイルで、そうなんです。息がつけばこういう形になっていたと。なるほど。で今に至ってますと、はい、いうことです。ちなみにこのショーゴスタイル、はい、先ほど以上ギターも弾いてたじゃないですか。はい、そうです。ショーゴスタイルはギターを弾くんですか。うん、それがですね、はい、あんまり弾かないスタイルなんです。あんまり弾かないスタイルなんです。スタイルなんですね。そうなんです。なるほど。はい、ちょっとだけどういうことかというと、はいはい、もともと、一人なんで、バンドじゃないんですよね。うんうん、だからどうにか、なんていうかな、お客さんとコミュニケーション取ったり、はい、楽しんでもらえるためにはどうしたらいいかって思ったら、うんうん、打ち込みをしたりとか。なるほど。で、喋ったりとか、はいはい、でラップしたりとか、はいはいはい、忙しいと。すごいですね。ギターする暇がないんです。なるほど、もうギターする暇も暇がないんですよ、本当に。弾きたいんですけど、弾く暇がないっていうスタイルで。なるほどね。はい、なんかね、すごいライブとかもね、うん、気になった方はぜひね、そうですね、見に来ていただきたいなと思います。マジでですね、一度見てほしいんですよ、僕のスタイルを。見ないと分かんないですよね。見ないと分かんないですね、これね。はい、ぶっちゃけ面白いです。自分で言っちゃう。はい、言っちゃうスタイル。すごいです、ね、自分で言うぐらいだから、もうすごく楽しい、なんか面白いんですよね、きっと。きっと、はい、はい、そうですね。きっと面白いんでしょうね、ほんとね。そうなんです。ということで、なんかちょっとメッセージも来てますよ。うん、ありがたいですね。大塚健二さん、はい、夜なのにショーゴスタイル、てんてんてん、すみません。そうなんです、よく言われます。すごい、あれですね、ショーゴ、12時のショーゴって書いて、そうですね、はい、夜なのにショーゴスタイルっていう、 そうなんです、それぐらいのテンションっていうことなんですかね。そうなんです。さすが大塚健二さん。あと昼スタイルっていうのもあるし、うん、の昼のショーゴスタイルもあるし、うんうん、もうこの年なのに小学校5年生スタイルと、うん、なるほど、のショーゴスタイルっていうのも一応あります。すごい、いろんなのあれですね。でも後付けです、これは。後付けです。はい、そこはちょっと言わなくてよかったですね。すいません、なんかそうそう、ちょっと慣れてないもんで、すいません。いやいや、はい、その通りです。そういうことですね。はい、はい、ということで、ね、いっぱいコメント来てありがたいですね。そうですね、ありがとうございます。名古屋のダンサーズさん、カンナムスタイルさん、はじめまして。ね、惜しいな。惜しいんですよ、確かに。それもよく言われます、はい、だけど覚えてください、ショーゴスタイルです。すごいすごい、覚えてください。めっちゃいい声してますね、なんかね、うん、ねって自分で言って、ね、本当にそうそうそう、はい、そうなんです、いい声です。はい、そういう感じでやってますけども、皆さんありがとうございます。はい、覚えてくださいね、ショーゴスタイルですよ、はい、本当に。あ、そうそうそう、それそれね、はいはいはい、はい、まあ、そういうなんかでも、うん、そうそう、いろいろ聞きたいこといっぱいありすぎて、どうしようかな、はい、うん、今に。なんか、うん、ショーゴスタイルさんは、はい、今後なんかどうなっていきたいみたいな、自分のこの思い描くのはあるんですか。うん、はい、あるというかですね、はい、あるといえばあるし、ないといえばないんですけど。まあ、ちょっとだけ話すると、はい、まあ、元々ポートリバーズっていうバンドをやっていて、はいはいはい、でその時からよく思ってたんですね、実は。うん、2016年に What a Wonderful World っていう、うん、はいはいはい、モンパチフェスですね、実はポートリバーズ出させていただいて、はい、すごいありがたかったんです、はい、ですごいいいイベントだったんですけども、うん、でただ同時に正直言うと、まあ、
悔しい思いもあって、要はなんていうのかな、ちゃんと我々もその、まあ、自分たちのスタイルを確立して、うん、そういうフェスにも出れるように今後もなりたいし、そういう、ね、そういうアーティストにちゃんとなりたいなっていう思いも改めて思ったんですね、うんうん、はい、でそういった矢先に、うん、なんていうかな、まあ、今のこのポートリバーズできなくなってしまったこともあったので、うん、どうにかちょっとポートリバーズを生かしたいと思ってますと、うんうん、だからフェスに出たいです。すごい、正午スタイルとして、ではゆくゆくはポートリバーズとして出たいんです、うん、なるほど。でただまあ、そのつなぎでも何でもいいんですけど、うん、まずはその正午スタイルが元気であれば、うんうん、まあ、バンドだったり沖縄での活動だったり、うんうん、やれるだろうと。なるほど。というのが今僕の中で夢というかイメージとしては持ってますね、うん、あ、素敵ですね。なんかこのバンドの絆っていうか、このね、はい、そうです。休止しても絶対にまた出るっていう、なんかそういう思いがあるっていうのはすごい素敵だなと思います。僕がわちゃわちゃやっておけばね、つなげる、つなげるっていう。そう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 。なるほど。で、あわよくばちょっと正午スタイルフェスぐらい一回出たいなって。いや、あわよくば出れると思います。なんか出れるオーラが出てます。本当にすごく。そうですね。もう出れる絵しか見えないですね。今。すごい。めっちゃポジティブですね。そうそうそう、すごいポジティブ。勢いだけ、勢いだけはね。はい、ぜひ応援してほしいんです。本当に、はい、見てほしいんです。ミネラルミラクルさんからメール、うん、コメント来てますね。ポートリバーズのライブも見たいですって。 ありがとうございます。私も見たいです、ね、うん、もう一度見たいです。いいバンド、いいバンドなんですよ本当に。本当にいいバンドで、なんかね CM ソングとかもね、そうです、歌ってて、そうですね、そうそうそう、いろんな ANA さんとか、うんうん、菊野通さんとかで今でも流れてる、まあ、バンドなので、うん、ですね、頑張りたいんです。そうですね、ぜひね、なんかフェスにまた来年、今年、はい、早ければ早いほどそうですね。だからちょっとそういう意味でいくと、うん、正午スタイル頑張ってて、うん、はい、昨日か1月22日、はい、琉球新報に実は掲載させていただいたんです、はい、見ました、新聞見ました。もうありがたくて、すごい。そうです、アフロと EDM 正午スタイルが踊り続ける理由とはみたいな、そういう感じで書かせていただいて、皆さん見てみてください。ぜひぜひ、ね、チェックしてください。うん、調べても出てきますよね。出てきます、出てきます。実はね、うん、ヤフーニュースにも載ってるんですよ。そうなんです、ヤフーニュースとしても出てる。なんて言ったら出てきますかね。正午スタイル、うんうん、まあ、琉球新報とか、あ、そうですね、で正午スタイル、アフロ、EDM とかですぐ出てきそうですね。はい、出ます、出ます、はい、ぜひぜひめっちゃ出ます、ね、ぜひ見てみてください。はい、そう、そんな正午スタイルさんなんですけど、うん、はい、なんとなんと2月にイベントを、はい、あります、企画しているそうなんですけれども。そうなんですよ、はい、よろしいですか。はい、ちょっと聞かせていただけますか。はい、ですね、2月の2日にですね、はい、私翔吾が、はい、企画運営、メンバー、その出演バンドのブッキング、うん、何もかも一人でやるというスーパーなイベントを考えていまして、はい、その名も翔吾ナイト。お、いいですね、翔吾ナイトですよ。ね、お昼の翔吾なのにまだないとやるかと。なんかもう分かんないですね。もうどっちか分かんないって。日本語に訳すと、はい、正午夜みたいな、なんか訳がないんですけど、はい、正午ナイトっていうものをやります。お、そうなんです。で、これが前回ですね、はい、ボリューム1が、うん、昨年の3月にさせていただいて、うんうん、でその時に、まあ、できるだけお客さんに楽しんでいただくスタイルでですね、うん、はいはい、やって結構大盛況でソールドアウトさせていただいたイベントなんです。私も行きましたその時、ね、はい、めちゃめちゃ楽しかったです。ね、楽しんで、うん、ね、楽しかったですね本当に、はい。楽しかった。あ、キャンさんがね、はい、すごい、貼ってくれてる。あ、そうそう、これ先ほど の新聞のね、はい、ツイキャスに貼ってるので皆さんぜひぜひご一読ください。僕のことは分かりやすく、はい、掲載されてます、はい。でこの、まあ、しょうがないとなんですけど、はい、で今回はですね、ボリューム2ということで、うん、もう少しその、まあ、ステージを広げてというか、うん、僕の思いとしてはその沖縄にこのバンドマンを、なんていうか、バンドブーム昔あったんですね、かつてあったバンドブームも、ね、はい、もうすごい盛り上がった時期があったんです、はい、あれをもう一度なんていうかな、まあ、僕らも含めて、うんうん、沖縄の音楽を盛り上げたいという思いから、うん、思いでいます。なので、なるほど、昔、うん、昔っていうかですね、なんていうかな、2004年頃ぐらいですかね、はいはい、大活躍していた、バンドで、まあ、2ついるんですけども、はい、ミミチル坊主という、はい、もうみんな大好き、うん、有名なバンドなんですけど、うん、ミミチル坊主さんと、であとクラウドナンバーナインっていう、はい、僕が実はやっていたバンドで、はい、当時モンゴル800とかニューターナーとか、うん、ああいうミミチル坊主とかと一緒にやってたんですね、うん、僕も、クラウドナンバーナインという名前で、そうなんですね、やってたんです。そうなんですね、この2バンドを皮切りに、はい、で、あと、モンパチのタカシがやっているバーコックスというバンドがありまして、うんうん、はいはい、でタカシは今回
モンパチで、はい、まあ、別途その武道館とかツアーがいっぱい控えてますので、うん、出れないということで、はい、キーボードのジュンがやっている、はい、が前面に立つということで、なるほど、ジュンコックスっていう名前に変えて、あ、だから変わってたんですね。そうなんです、なるほど。バーコックス の, あのメンバーがまあジュンコックスっていう名前で今回出ますと、うんうん、はい。であとまあショーゴスタイル、まあ、もちろん私も出るんですけど、はい、でそこで一人あの目玉アーティストが一人いまして、はい、誰でしょうか。ですね、なんとですね、はい、なんとあのアゲナマナちゃんなんか聞いたことあると思って来ましたね、ありがとうございます。来ました。そうなんですよ、私も出させていただけます、ありがとうございます、はい、もういやいや、こちらこそですよ本当に、はい、なんていうかな、この男臭い中にですね、今一輪の花というかですねあの場が盛り上がるはずなんですね、なんかあの美しくなるはずなんですよ。大丈夫ですかね。なります、なります、うん、頑張ります。ぜひぜひなのでね、うん、いく分ちょっと華やかスタイルになるはずなんで、その時だけ、あ、その時だけはダメですね、まあ、全体的に、全体的に華やかスタイルにします。頑張って、特にステージ立っていただくときね、今日演奏したの時はいい曲だなと思ったんですよ本当に、ありがとうございます。絶対いいステージになると思うんで、ぜひぜひ一緒にさせてください本当に、はい、ぜひお願いします。まあ、という感じで豪華メンバーで一応考えているので、はい、ぜひですね、今日見ていただいている皆さん、2月2日ショーゴライト来てほしいな、来てください、ぜひお願いします。本当に何卒よろしくお願いします。 それでね、私のこのインスタとか、うん、フェイスブックとかにも上げてるんですけど、はいはい、フライヤーがすごい凝ってて、そうなんです、そう、ツイキャスの皆さんにちょっとお見せしますね、はい、見えますか、見えるかな、そうそう、これこれちょっと見えますか、ぼやけてるかな、ね、見えます、すごいんですよこれが、なんつったらいいかな、これ一応ある映画、うん、ある映画と言いましょうかある映画のね、そうですね、今大ヒット上映中の、うん、ある某映画あ、そうですね、あ、言っちゃいましたね、そう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 、言っちゃいましたね、そのウーヘイアンのですねもう言いましょうか、ボヘミアンで す, です、ね、ボヘミアンです、ボヘミアン、そうです、ボヘミアンラプソディですね、そうそうそう、の映画に感銘を受けたんですよ僕が、はい、私も受けました、ね、めちゃめちゃいいじゃないですか、はい、なんていうかな、音楽、うん、やっぱね、音楽を一生懸命やってるというところもあるので、うんうん、そこにリスペクトを表して、しょうがないと、そういうそれにまあ近しい、まあ、パロディというか、うん、そう、パロディですね、やらせていただいております。めちゃめちゃすごい、本当にかっこいいんですよ、見てみてください、ぜひ皆さん、結構ガチな、そうやってます本当に。でこれは予約とかは、はい、これ予約はですね、はい、今各バンドの、まあ、DM、 インスタ等の DM、まあ、もちろんマナちゃんの DM とかでも、そうですね、私でも大丈夫です、ぜひ連絡いただきたいんですけども、はい、ショーゴの、ショーゴスタイルでツイッターで、あとインスタグラムですね、はい、であと、まあ、もちろんフェイスブックもやってますし、うん、そういったところで連絡取らせていただけたらなと、はい、特にこのツイキャスなのでツイッターからの方が分かりやすいんですかね、うん、ぜひご気軽に DM でです ね、 そうですね、連絡いただければと思ってます。はい、よろしくお願いします、はい、ぜひ結構ね、いろいろ埋まってきてるみたいなので、皆さんぜひぜひ早めにご予約お願いします。あ、ぜひぜひ早めにお願いします、はい、ということで、そう、メッセージが来てて、うん、中野町の和樹さん、ありがとうございます、はい、え、なぜに6時17分スタート、あ、それです、私聞きたかったんですよ、すごく、ね、いい質問来ましたね。このね、はい、2月2月2日のイベントが、会場が18時、はい、そして開演が18時17分なんですよ。そうそうそう、そうなんです。普通だったら18時会場のなんか18時半とか19時とかじゃないですか。はい、これはなんで17分にしたんですか。はい、じゃあお答えしよう。はい、お答えしよう。はい、ですね、あんまり深い意味ないです。ないんですけど、まあないんですけど、はい、一応ですね、いくつか理由があって、うん、やっぱりイベントなんで、できればそのフライヤーとかを見てみたときに、うん、え、何これ。っていうリアクションをな、ね、ちょっとなんか感じてほしいなって思っ て, いてすごい深読みしてましたもん私、はい、っていうのがあります。で、なるほど、いうのと、あとよくなんかね、心理学的に言われてるのが、はい、約束を、うん、18時半とか、うんうん、19時とかって設定せずに、うんうん、こういった中途半端な時間にすると、うん、皆さん遅刻しないっていう、はい、心理的効果があるんです。あ、でもなんかしないかもしれないです。もう印象づいて、そう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 、うん、なるほどね。なんていうの、だいたい時間逆算してね、準備するじゃないですか、はい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 、17分ってやると結構ガチに逆算するから、なるほど、結構遅れないっていう、なんか心理的遅れちゃダメだっていう感じに うんうんうん、なるらしいんですよ。あ、なるほどね、っていうのも狙っている。あ、いいですね。私もなんか企画するときそれにしようかな、ね、みんなね、おってなるじゃないですか、23分とか、あ、そう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 、そっち系ので、でなんか語呂がいい、なんか時間がいいなと思ったんですけど、うん、まあなくて、確かにそうですね、ないんですよ、うんうんうん、でも本当に無理やりなんですけど、いっぱいいいなっていう
だからなんか SNS 的にいいねとかがいいんですけ ど、ね、いいねも使えず、まあ、18時17分で一杯いいなみたいな、一杯いいなを新たにお届けしたいっていう、めちゃめちゃ無理やりですすいませんいいいい、でもすごいですね、本当に思いのこもったこの総合ナイトイベントなのでね、本当にたくさんの方に来ていただけると嬉しいですね。うん、本当にただのライブイベントではなくて、うん、来たお客さんを絶対みんな楽しませるっていう、うん、僕なりのちょっと目標を持っていて、なるほど。だからできればその普通ライブって、はい、ライブが終わって会話する時間がなかったりするんですけど、はい、できるだけ歓談の時間も作ったり、そうですね、できるだけそのお客さんと、まあ、我々もそうなんですけど、うんうん、コミュニケーションを取れるような機会を設けたり、うん、でちょっとゲームも入れたいなとか、お楽しそう。そうです。だからどちらかというと結婚式の二次会、なるほど、をイメージしたイベントにしたいなって。しかもあれですよね、なんかセンベロ付きで2500円でしたっけ。そうなんです。安い、安いですよね、うん、であと一個お伝えしたかったのが、うん、今回、ですね2つ特典があります、うん、はい、1つ、はい、来てくれたお客さん全員に、はい、石工風の港川店の、はい、日本五大餃子に選ばれた水餃子っていうのがあるんですよ。私食べたことあります。めっちゃ美味しいですよね。めっちゃ美味しいじゃないですか、はい、あれめちゃめちゃ有名な水餃子、はい、全員に無料券プレゼントします。すごい、皆さんこれは来ないと損ですよ本当にめっちゃうまい餃子、これ本当に前回もですねちょっとコラボして、うんうん、プレゼントあったんですけど。あ、そうなんですね。そうなんです。石工風のこの、うん、今港川店でやってるうん、彼が実はクラウドナンバー9のメンバーでもあったんですよ、うんうん、あ、なるほど。そうなんです。そういう、まあ、ゆかりもあって、はい、で彼からその温かいプレゼントをいただいたっていうのが1点、はい、あと1つ、はい、前回ボリューム1でやったボアソルチっていう議論のあるんですけども、はいはい、そこの、ボアソルチハンバーガー屋さんですね、はい、そうです、うん、彼らとも今回コラボさせていただきます。おで、いいですね。限定100食で、はい、まあ、スペシャルな、なんだ、ホットドッグか、ホットドッグ、はい、が、まあ、別途料金なんですけども、はい、購入できると。うわー、いいですね。もう超なんかお祭りですね。あ、そうそうそう、お祭り感を出したいんですよ、うん、そう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 、なんかね本当にお気軽に、そうです、そうです、ね、楽しみに来ていただけるとね。そうそうそう、でみんなお酒飲みながらわちゃわちゃしながら、あ、じゃあそうそう、ライブ始まるから見に行こうみたいな、そういうなんかパーティー感を出したくて、うん、楽しみだ。あ、なんかねメッセージも来てますね。結構時間過ぎるの早いですね。ほまれさんから来てますよ。あ、そうそうそう、ね、そう、スーパーギタリストホマレ、そうそうそう、そうですよ、出てた、ホマレさんが出たかったってね。だ本当に、ね、普段まなちゃん の人でギター弾いてるのでちょっとうんうん、うん、今回ねちょっとおこがましいんですけどねちょっとはい、はい、聞かせていただきましたけども本当にホマレ見たかったよ俺も、ね、なんかもうボリューム3で ね、 ぜひぜひ ね、 そ う、 ね、そうですね、ぜひぜひ本当にホマレボリューム1も出てますね大塚健二さん、飛行機で水餃子食べに行かないとって。お、そう、埼玉県の方ですね。あ、そうなんですね、そうそうそう、マジで。ぜひ2月2日に合わせて ね餃子券無料券プレゼントしますよ、はい、ということで、はいはい、皆さんメッセージもありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうね、あっという間に時間が来てしまいました、うん、はい、ありがとうございます。もうしゃべりまくってしまいました、うん、いやいやいや、もっと聞きたいこといっぱいあったんですけど、いや、もっと聞かせたいこといっぱいあったのにとか言って、またね、はい、なんかあった時にはぜひぜひ、はいはい、来ていただけるとありがとうございます。もう本当にチャーキーします、チャーキーはい、チャーキーお願いします。はい、よろしくお願いしますめっちゃもう内な口で、はい、そうです。ということでここで、はい、曲を聴いていただきたいと思います。今日はですね、翔吾さんに曲を持ってきてもらいました、はい、曲紹介をお願いします。はい、ですね、我々、今回の翔吾ナイトでやらせていただくクラウドナンバー9から、ニュータウンとかとコラボした、曲です。ニュータウンファンクミュージック、よろしくお願いします。はい、今日のゲストは翔吾スタイルさんでした。ありがとうございます。イエーイ。早い。いやいや、そのまま流そうとしてた。え？そのまま流そうとして、あ、すいません。聞いちゃいました。ありがとうございます。来てます。あ、いいね。そう。見てます、これ。めっちゃいいです。いいでしょ？うん、超なんかノリノリで。これオーラスで流そうかな。いいですね。皆さん、読んでないときに読んでこいかな、一番。わかんないもん。石工風大好き、5番目の男さん、ね、美味しいですよね。ボス、池原って言うんですか、これ。あ、池原さん、池原さん、稲福本当にボスなんですかね。ね、多分そうかもしれないね。めちゃめちゃボスの方、あ、知り合いなんですね、うん、すごい美味しいって言っといてください美味しいですよね。ね、美味しいね、本当ね。くにちゃんさん、なんだろう、ゲストさんは
クーネル遊び。クーネル遊び。何ですかね、クーネル遊びって何ですか、くにちゃんさん。なんだろう、クーネル遊び。クーネル遊び、何だろう、ね。っていう、なんか、そのスタイルに似てるみたいな感じですね。何だろう。わかんないですけど。まあ、あの、はい。うん、わからないかな。あ、おまれさん。あ、新聞見ましたよ。あ、もうありがとうございます。本当にもう、ね、まさかの、ね。スーサー、スーサーとか言ってくる。スーサー、ちょっとマナの名前も載ってて嬉しかったです。あ、そうね。あの、イベント告知です。そうそうそうね。載ったと思って。ね、十分ありがとうございます。いやいやいや。そう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 。楽しみですね。これは、見てていいか。もう大丈夫ですか。あ、いけてきちゃう。どうしようかな。どうしよう。どうしよう。はい。あ、でも、次は、なんか、曲終わるまでは全然いといていい。あ、オッケーオッケー。いといていいスタイルです。今のマイク戻しましょうね。ありがとうございます。指示してくれば、はい。次回も僕は遊びしますよ。あ、クーネル遊びでググってみてくださいって。あ、なんか出てくるんですか。あ、すいません。はい。クーネル遊び。どういうことだろう。クーネルさんでしょ。やっぱアマゾンしか出てこない。ちょっとだけ。あ、はい。あのメール来てるので。あ、本当ですか。はい。表示してありがとうございます。この人に似てるよとか。怖いですね。わかんない。わかんないですね。わかんないですね。はい。あとこれで戻ります。今、ツイキャスって聞こえるんですか。あ、はい、聞こえてます。聞こえてるんですか。声が聞こえてます。でも音楽も流れてるんですか。音楽は、あの今、今日はネットに載せないってことなので。あ、そうか、ネットにしたらそれは残るってことなんですね。そっか、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 なるほど、そういうことですね。あ、そう、そういうことか。アーカイブに残さないために今、本放送だけで流して。あ、そういうことか。じゃあ、今まさにじゃツイキャスとか見ていただいてる方、もしかして聞けてない。あ、そうですね、聞こえない。そっか、これはじゃあ本番で見るしかないのかな。そうですね、本番にもこの曲歌うんですよね、クラブの、はい、そうです。で、あとちょっとあのツイキャス限定なんですけど、この曲をもしかしたら、うん、あのショーゴナイトでリリースではちょっと販売できるかもしれない、うん、へえ、欲しいです。噂がちょっとあります。お、そうです、今ちょっと水面がですね、動いてるんですけど、あのちょっとツイキャス限定の情報ということで、うん、レコーディングしたんですか。これそうそう、もともと、あ、そうか、もともとある音源を CD で販売。そうそうそう。残り15秒です。ジングルからいきますね。ショーゴスタイルさんでした。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。ショーゴナイト逃がすからよろしくお願いします。マナーモード、ここでアゲナムナのライブ情報です。はい、去年11月7日にリリースしたファーストミニアルバム、ミニアルバムマナが絶賛発売中です。県内 CD ショップか Amazon で購入できます。 Facebook、インスタ、Twitter からこう情報が見られますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。アルバムの中の収録曲からカルミア笑顔の花のミュージックビデオも YouTube で公開中です。あげなもので検索してください。はい、ということで、ゲストでショーゴスタイルさんを、お迎えしてお届けしました。ライブ情報なんですけれども、そう、2月2日土曜日に、あの先ほどのね、あのショーゴさんが企画しているショーゴナイトに出演しますので、ぜひぜひ、来ていただけると嬉しいです。詳細は、2月2日土曜日、宜野湾市のヒューマンステージで、オープンが18時、スタートが18時17分になっています。せんべろ付きで
2500円になっていますので、ぜひぜひ、メッセージ、私の DM だったりとか、あとしょうごさんのね、Twitter、インスタグラムね、予約可能ですので、ぜひぜひ予約をよろしくお願いいたします。ということで、あげなまなのライブ情報でした。はい。のマナーモードということで、メッセージね、追加すメッセージ来てるので読みたいと思います。あ、くにちゃんさん、先ほどね、なんかクーネル遊びって言ってたんですけど、井上陽水のコマーシャルだったんですねクーネル遊びっていうのがあったんですか。後でちょっと調べてみます。ショーゴスタイルさんにも伝えておきますねありがとうございます。ミラクルミラクルポニーチュン、ポニンチュさん読めない、ポニンチュさん、ありがとうございます。センベロ付きいいはずって、そうそうそう、センベロ付きなんですよ。私も飲もうかなと思ってるんですけど、大丈夫かな。あの、出演時間がね、最初の方だったらね、なんか飲もうかなと思ってますそう、いいですね。なんかお祭り気分で、あのライブをね、楽しめるっていう。私もちゃんとね、この称号スタイルさんのショーゴスタイルを見たことがなくて、こう噂ではすごい聞いてるんですけど、なのでこの2月2日にこう初めて、生でショーゴスタイルさんの、ライブを見れるので、すごく楽しみにしています。今日は本当になんかもう、もっといろいろね、聞きたいこともあったんですけれども、なんかもう時間が過ぎるのが早くて、そうそうそう、もう一回来週も呼ぼうかなって思うぐらいだったんですけど、すごいポジティブな方で、お話できてよかったです。皆さんも聞いてくれてありがとうございます。ということで、はい、そう、実はね、このマナモード1時間になって、今年からなんですけど、2019年から1時間になって、初のゲストが、そう、ショーゴさんで、初のゲストがショーゴスタイルさんで、よかったです。めっちゃ話もうまいし、もう良かった本当に。でもね、なんかもう時間押すかなとかちょっと心配だったんですけどね、すごいちゃんとまとめてくれてね、本当にありがとうございます。なんかこれからも結構ね、いろいろ今すごいいろんな人に声かけてて、同じ同世代のアーティストさんだったりとか、普段ね仲良くさせてもらってる人だったりとか、なんだろう、まあ、いろんな職種の方がゲストでこれから来てくれると思うので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。なんかね、もし出たいっていう人がいたら、ぜひぜひメッセージください、私にインスタとか、ね、LINE とか分かる人は LINE でもいいし、 Twitter でもいいし、なんか告知とかね、あったらぜひぜひメッセージくれると嬉しいです。毎週水曜日の8時からね、出れる人募集中です。よろしくお願いします。はい、ということで、そう、フリートークでね、今日はお届けしているんですけど、あ、ちょっとメッセージが来たので呼びたいと思います。中野町の和樹さん、次回のテーマはカルミアの歌詞をアレンジして、卒業式バージョンを作ってみよう、おはマナさんのお気に入りおつまみベスト10にしませんかはいなるほどね。あ、カルミアの歌詞をアレンジして卒業式バージョン、いいですね。あ、いいかも。なんか今からね、3月今からやったら間に合いそうですね。確かに、うん、なんかピアノ弾き語りバージョンとかにして、あ、めっちゃいい案かも。ありがとうございます、中野町の和樹さん。あ、それもらえます私作ってみます。いいですね、ありがとうございます。マナさんのお気に入りおつまみベスト10。おつまみか、なんだろうね、お酒飲むときに食べるやつってことですよね。あ、でもそれちょっと考えていきましょうかね、じゃあなんか一部コーナーで、コーナーっていうか、ありがとうございます。ちょっとじゃあ考えておきますね、来週。そう、来週のトークテーマまた考えてないんですよ、やばい。もうそろそろ怒られそうなんですけど、またちょっと後々発表したいと思いますので、皆さんぜひぜひ来週も聞いてくれると
嬉しいです。はい、ということでもうあっという間ですね。もう時間も早かった。今日も皆さんメッセージもありがとうございます。あ、そう、あと一個お知らせがあって、時間あるかな、ない、ないかも日曜日のですね、4時からあげなまなマナボード再放送もしているので、皆さんぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いします。ということで、早いものでマナモードお別れの時間です。あげなまなは Facebook、Instagram、Twitter もやっています。ローマ字であげなまなで検索してください。それではあげなまなのマナモード、あげなまながお届けしました。それではまた来週。早い、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません、自分もジングル使うの忘れてしまった。あ、いい、大丈夫ですなんかあれですよね、分かりにくいですよね。大丈夫ですよ。はい、大丈夫です、うん、もうちょっともう少し気引き締めます。はい、書きます、なんか皆さんありがとうございました。